渡瀬せ、京国鉄道株式会社は、群馬県、栃木県において、特定地方交通線の足尾線を引き継いだ、鉄道路線渡瀬渓谷国線を運営する、第三セクターの鉄道事業者である。渡瀬渓谷国鉄道では略称として、和鉄を推奨している。雑誌などでは、和鉄と表記されることもある。沿線住民には、和田また古く住んでいる住民の中には、 転換前の路線名である足尾線と呼ぶ者も,もいる。12の無人駅には公募のボランティア駅長、ふるさと駅長がいる。2015年4月1日現在、機動車9両、客車4両、ディーゼル機関車2両の計15両が在籍する。車両基地は大間ま駅構内にあり、本社が併設されている。 は、89から310型は、89から310軽詳細は、渡らせ、渓谷鉄道は、89から300系機動車を、参照敗車となったは、89から102の代替、及び増備用として、1990年3月15日付で311から313が申請され、1993年4月25日付で314.315が増備された。 いずれも富士重工業製の LEDC で、車体もは89から300型に準じるが、全消灯が4灯に増設され、微灯とともに角形ケースに収められて、全面の印象が変わっている。車内はセミクロスシートで、新生当初からトイレを装備している。扉は折り戸が使われている。塗色は赤金色に統一されているが、311のみ、当初は、 車体をベージュと茶色の塗り分けでは89から100系、200型と同様であった。相性は、311が、高津戸、312が、赤金2、313が、渡らせ、2、314が、赤金3、315が、渡らせ、3である。2016年11月に311が、2019年1月に312、 がそれぞれ廃車されている。このうち312は、前橋市内の神社にて保存され、休憩所として使用される予定となっている。和99景賞祭は、渡らせ、渓谷鉄道は99景客車を参照トロッコ、列車、トロッコ渡らせ渓谷号に使用される客車で、1998年に登場した。五千十万五千八十が、 JR 東日本から購入したスハーフ12系客車5020万5070が京王電鉄から購入した5000系電車を改造したトロッコ車両である。当初は無害化社改造での導入を検討していたが当局の許認可を得ることが困難とみられたことから方針を変更し船内有効長の関係から18メートル車体2両を探していたところ 解体寸前の5000系の車体に行き当たった経緯がある。台車は1 3 7 2ト、mm、ル期間の KO 車のものをそのまま使えないため DT21 に履き替えている。この台車は JR の廃車発生品を豊橋鉄道が使用していたものである。塗色は機動車と同じ赤が金色である。また、トロッコ車両には愛称が付けられており5020がカワセミ。 5070が、山瀬美と称する。で、重計詳細は、渡らせ、警鉄道で重軽ディーゼル機関車を参照。トロッコ渡らせ警告号牽引用のディーゼル機関車で、1998年に1537を、2000年に1678を、JR 東日本から購入した。1537はトロッコ車両と同様に塗色を赤金色に、 近代に変更したが、百6 7 8は JR 時代の都職のままである。WKT-500KWKT-500K 詳細は、渡らせ、渓谷鉄道、WKT-500K 機動車を参照2011年3月29日より営業運転を開始した。2009年12月に、沢入駅で開催されたイベントで、 新型車両導入について発表があり、その際行われた投票で外装色が B 案に決定された。新潟トランシス社製。2012年にトロッコは C5 が運行開始された当初は WKT-550 型と編成を組み、同列車で運用されていたが、2013年からは WKT-510 型に変更された。 2015年2月には2両目となる502が、搬入され、は89から302を置き換えた。相性は501側89から202から、引き継いだ。けさ丸、502が、同302から引き継いだ。渡らせとなっている。WKT-510 系詳細は、渡らせ、渓谷鉄道、WKT-510 系機動車を、 参照は89から100型を置き換えるべく、2013年に一両が導入された。相性はは89から301から引き継いだ赤がね。カラーリングは WKT-550 型に合わせており、2013年からトロッコは C5 の連結相手は検査時を除き、原則として当車量となる。 w k t 5 5 0系 w k t 5 5 0系詳細は、渡らせ、警鉄道、w k t 5 5 0系機動車を参照。トロッコ渡らせ警号のみでは桜、紅葉シーズンになると連日満席で、トロッコ列車の増発を必要としていたことから、導入された自走式トロッコ機動車で、2012年4月に運行を開始した。 トロッコは C5 に使用される。日回しが不要であるため、全区間同士で運行ができる。WKT-510 型と編成を組む。は、89から200型は89から100系、200系詳細は、渡らせ、渓谷鉄道は89から100系機動車を、参照渡らせ、渓谷鉄道開業時に用意された警戒機動車で、富士重工業製のバス車体を基本にした。 車体長15メートル級の LE カーリーである。全面貫通式。100番台はロングシート、200番台はセミクロスシートを装備する。当初の塗色は、車体下半分をベージュ、上半分を各車異なる。色のツートンカラーとしそうかに、動物のシルエットを帯状に配したものであったが、後に310型に合わせて赤金色に統一された。また各車に愛称が付けられており、 101が、更新、102が、陽が、い、201が、黒日、202が、けさ丸、203が、あずまであった。100型は2両在籍していた。このうち102は、開業間もない1989年5月14日に、発生した落石事故により大破し、同年7月1日付で廃車となり、実動期間は2か、月足らずと極めて短かった。 200系のうち、202は、廃車後車両基地に部品取り車として、全消灯などが取り外された状態で留置されていたが、後に解体された。203は、廃車後、水上町にて、は01から855と共に保存されている。最後まで残った201も2010年12月に、廃車になり、200型はすべて運用を離脱した。 その後2013年3月末で101更新が運用終了し、100系200型は形式消滅した。なお101は運用終了直前に登場時のツートンカラーへと復元され、運用終了までその姿で運用された。運用終了後は大間ま駅急貨物ホームで保存展示されている。は89から300型は89から300。 軽商材は、渡らせ、渓谷鉄道は89から300系機動車を、参照開業時に用意されたイベント対応車で、100系、200型と同じ富士重工業製ながらも、より鉄道車両に近い16メートル級車体の LEDC である。車内は、イベント対応のため転換クロスシートを装備している。当初は各車異なる塗色で、その後は赤が色に統一されている。 愛称は301が赤金、ね、302が渡らせである。302は1994年には皇太子、皇太子妃が乗車したこともある。2015年3月29日に302で、気流駅、マト駅間の二往復のファイナルツアーを実施。同日で300型は引退となった。302は現在、101と同じ線路上にて、 連結された状態で保存されている。和01系客車は01系。安らぎも参照当期にトロッコ渡らせ系国号に代わって運転されたお座敷列車サロンド渡らせに使用されていた客車で2001年に登場した。元は JR 東日本高崎支社のお座敷列車安らぎで6両を全部を購入したがスロフ12827 828、おろ12、853の3両のみが入籍され、その他の中間車3両は、部品取り車として、足尾駅構内に留置されていた。当初は展望車2両だけを連結して走らせていたが、乗客からトイレがないというクレームが、相次ぎ、急遽トイレの設備のある中間車1両を増車した。図色は、黄色と白に青を配したカラフルなものである。なお、 足尾駅構内に留置されていた車両のうち一両は群馬県安中市で飲食店になっており、一両は2、分割の上、片側が栃木県栃木市の施設で利用されている。2009年に廃車となり、同年9月に中間車855が売却された。2010年1月には展望車827、828も売却している。855が 水上町で保存され、827、828が、キリ市の昆虫販売店で利用されている。車体の色は、茶色が主体である。半球マルーンに似た、と装飾だが、別の色である。マンボミュージシャンのパラダイス山本が、富士重工業に、工業デザイナーとして勤務していた時に、車体、カラーリング、ヘッドマークのほか動物イラストの名版、会社ロゴ、 車掌などもデザインした。ありがとうございます。